サンルイスポート市は、メキシコのサンルイスポート市州の基礎自治体であり、都市である。同州の州都であり、州内で最も人口が多い都市である。標高1850メートルの高地にあり、アメリカ合衆国のデンバーより300メートルも高い。その高さのためよく注目される。サンルイスポート市州の中西部に位置し、人口は72万2772人。 基礎自治体の人口は73万950人。3、ルイスポトシ都市圏の人口は104万822人である。基礎自治体の面積は1443.14 14平方キロメートルである。現在のメキシコ領土にスペインの征服者が到着した後、アリドアメリカの北部領土を植民地化するために約1世紀もかかった。 スペイン人が16世紀後半にこの地域で最初の居留地を創設したとき、彼らは、グワチチール族からの絶え間ない攻撃に対して戦う必要があった。極めて好戦的だったこれらの部族は、新たに切り開いた経路でサカテカスに行商していた貿易商人を攻撃した。コンキスタドールと宣教師は、現在産、ルイスポート市が位置する場所を、エルグラントゥーネルと呼んでいた。 最後に、1589年、ミゲル・カルデラとその兄弟のディエゴデラ・マグダレナの尽力により、父メカ戦争の終わりを告げる、父メ家族と、スペイン植民者との和平が達成された。フランシスコ会の布教本部が、死の創設の9年前、1583年に、エリア内に設立された。1592年初頭に、セロデ・サン・ペドロの鉱山が発見された。 セロデ3、ペドロの水不足は、鉱物の適切な採掘や、特定の地域での新たな定住を不可能にした。しかし近くに、水が豊富な谷があった。このことが、工業採掘作業を容易にするための新しい町の創設をもたらした。法的には、サンルイスポート市の町は、委員会による検証に従って1592年11月3日に、ヌエバ・エスパーニャ複 ルイス・デヴェラスコによって設立され、ミゲル・カルデラと不安でおにゃあてに与えられた。ありがとうございます。